どうも皆さんこんにちは、こんばんは。眠すぎるゆうこるです。今日は朝5時にランキングダンジョンの立ち回り解説やっていこうと思います。今日は10周年記念杯に立ち回り解説やっていこうと思います。はい。で、今回のランダムは、まずね、期間が1週間なんですが、王冠ボーダーが 10% です。めちゃめちゃ緩い、ランダムにしたらめっちゃ緩いので、まずできればね、最近始めた人もちょっとパズル頑張ってみて 10% ボーダー狙ってほしいな。相当簡単なブレに入るかなと思います。はい。で、規律が1200ボーナス、 L 字が1600ボーナス、ダメージ無効貫通が3000ボーナスって感じになります。はい。なので、まあ列 L 字無効貫の順で美味しくて、まあそれを組みながら、というよりかはまあ落ち込を狙いながら立ち回っていく編成になります。一応パズルゲーではあるんだけど、結構落ち込要素もあって、実力以外の点でもね、大事になってくるところかなと思います。今日はですね、こちらの立ち回り解説をやっていこうと思いますが、今日ちょっと僕ね、さっきまで朝5時までちょっと遊んでまして、眠すぎるんで、もう早速ね、今日はサムネイルにもある通り、超高スコアのリプレイをね、まずは紹介していこうと思います。さあ、ということで今回はランキングダンジョンね、過去に優勝してらっしゃるユートさんですね。王者を多分何回も取ってるユートさんのね、リプレイをお借りしていきます。17万点のリプレイになります。はい、見ていきましょう。まあ、早速もうこれでね、立ち回り見ていきましょう。まずは1階層リーザ打ってあげて、無効貫と L 字組んでいきます。このランダムね、マジで L 字の加点が高すぎるので、無効貫 L 字組んで殴っていきましょう。まあ、列でもいいんだけど、組めなら L 字の方が高いかなって感じです。はい、そして2階層ですね。2階層は、ここでまあ指現象とか食らっちゃうんですけど、言うて指7秒ぐらいあるので、アウストラリス打ってあげて、列プラス無効貫で殴っていきます。はい、これで。で、かつ落ち込んで L 字呼べたら最高だよね、みたいな感じ。落ち込むは絶対欲しいんですよ。ダンジョンが短いから。その上で、もしね、L 字とかが乗れば、シンプルな加点なんで、もう最高ですね。はい。で、3階層です。はい。3階層も無効貫組んでいきましょう。チェーン入れてあげて、ロビンフット打ってあげて、はい。このまま無効貫組んでいきます。列無効貫でまた落ち込ん狙い。だけど、今回は来なかった。で、もう一発無効貫組んでいきましょう。アウストラリス打ってあげて、また列無効貫ですね。組める限り列無効貫組んであげて、さあ、ここでまた落ちればラッキーって感じ。これで倒していきます。で、続きまして、ボスですね。はい。ボスはドロイドラゴンですね。ドロイドシールドしてきて、そしてドロイドステージでロック振ってきますと。ここでベルダンディ打ってあげて、殴っていきます。はい、無効貫ですね。これで無効貫とかつ L 字もまあ組めるならこんな感じで組んであげて、無効貫 L 字で半分まで削り。はい。で、あとは15、15番面なんで、確定で無効貫パズル組んであげて終わりって感じになります。はい。っていう感じでやってもらうだけでスコアが出るので、もう本当にパズルできれば 10% ボーダーはめっちゃ簡単かなって感じです。はい。多少落ち込むとかももちろんあるんですが、まあパズルできる人なら、こんな感じで、172,550 点が出せるって感じになります。はい。これがね、今回のランキングダンジョンの立ち回り解説になっております。マジでパズルさえできればめっちゃ簡単なんで、実際にね、僕もやっていこうと思います。行きましょう。今日の動画マジでさ、解説がなくてさ、もうこれをただ組むだけなんですよね。さあ行きます。まずは1階層。って思ったら盤面悪かった。ちょっとまあ、もう本当に無効貫 L 字を組んでいくだけなんで、ちょっとね、頑張ってね、10% ボーダー僕も狙っていこうと思います。はい。近いそう。飲酒パズドラするの初めてかもしれない、俺このチャンネルで。めちゃくちゃ珍しく、なんかほんと関係ないんですけど、お酒を飲んでて、そう、どうでもいいんですけどね。はい、まずこれで殴りです。さあ、続きまして2階層、アウストラリス打ってあげて無効貫列組んでいきましょう。組めないとかやめてね。組めますね。無効貫列組んでいきます。生成もあるからね、楽勝で組めますね。上手い人ってあんなすぐにパズル組めるんだね。俺には組める気がせん。まあ、木のコンボ強化の落ち込んは地面に加点はまあ入るから悪くはないよね。3階層です。ベリーズタイム打ってあげて、かつロビンフット打ちます。はい。で、レッツ無効貫。はい。で、とにかく早く組んでいきましょう。まあ、ちょっと僕今今回めちゃくちゃパズルゆっくりなんで、それでもね、これでも王冠剣で殴れば入るんじゃないかな、普通に。そんな厳しくないでしょ、多分。わ
ちょっともったいないですけど、はい、これで殴っていきましょう。火の無効感とか L 字組めれば最高だったけどね。はい、これで2パーンで、続きまして一発目ベルダンディ打ってあげて無効感組んでいきます。今回ね、さっき列消しもできなかったし、加点も全然入ってないから、まあスコア低めだとは思うんだけど、でここはしっかりと無効感組みながら、よいしょ、6解除も入れてあげて、はい、無効感プラス列で6解除で半分まで削り、はい、からの15-15陣です。必ずさっきのターンをね、6回で入れてあげる必要があって、場面終わり、はい、ラスト15-15陣組んでいきます。これで終わりですね。さすがにちょっとパズル遅すぎる、16秒落ちだからパズル遅すぎるけど、王冠モードだってこれでも入るんじゃない、なんなら 2.5% 入りますね、やっぱり。だからね、王冠剣霊自体はめちゃめちゃ簡単。さあ、ちょっとまだやっていきましょう。もうね、ユーコルさんね、体力的にも限界なんで、ちょっとどんぐらいいけるか分かりませんけど、いけるとこまでいきます。ちょっともうね、パズルがね遅い。うっ、熱すぎ。おい、大チャンス来た。もうこれで決めよう、これで決めて寝るわ。今 0.1 取りて、今の L 字入るなら、まあ満面ゲーとかも全然あるし、落ち込みゲーでもあるんでね、そこら辺は運なんで頑張っていきましょう。いいね、レッツ無効感組んで落ち込ん、ナイス。まあ、入るように組んでるからね、今の36だから、ここはレッツ無効感じゃなくて L 字無効感組んでいきます。これで L 字無効感2含んであげて、まず削り、いいよ、10コンボでからのアウストラリス打ってあげて、列目交換組んでいきましょう。 OK、 いいね、今危なかった、ヒドロップもう一個あれにしてたら終わったな。はい、でこれで倒していきます。で4階層1発目ベルダンディが無効感と火の L 字を作ってくんないと終わりなんで、ベルダンディさん無効感と火の L 字絶対お願いします、マジで。神盤面、神盤面すぎてパズルがぐだるわ。こう、いや、神盤面すぎてぐだったな。無効感と L 字にセット組みましょう。ラストは15-15パズルです。盤面良すぎるとね、逆にむずいよね、こういう盤面も。危な、はい、ちょっとパズルが遅すぎる。もうでもね、僕の体力的に無理なんで、まあ、立ち回りでもほんとこんな感じ。一応まあスコア見ますか。もうダメだ、時間が169秒だもん。はい、まあでも一応これで 0.4% とかですね。ちょっと明日頑張ります。今日ちょっともう眠くてダメだ。まあでもこんな感じでいれば王冠剣内めっちゃ簡単に勝てると思うんで、ぜひやってみてください。じゃあ、サムネイルタイトルは釣りにならないように、ほんと王冠は楽ですって書いとくんで許してください。ちょっと今日は眠いんで終わります。まあとにかくめっちゃ簡単なんでね、ほんと楽です、とにかく簡単なランダー、頑張ってください。じゃあ、おっつ、バイバイ、おやすみ。